バチ先輩、お誕生日おめでとう。おお、アンズ、お祝いありがとうな。せっかくのお誕生日だから、今日は何か特別なことをしたいなって思うんだけど。特別？タマはアンズのお祝いの言葉だけで嬉しいぞ。それだけ？もっとちゃんと考えて。一年に一度のタマチ先輩の誕生日なんだよ。欲しいものとかやりたいこととか何かない？アンズがそこまで言うなら。お、そうだ、無限に食べられる胃袋を手に入れてうどん食べ放題をやってみたい。そういうのじゃない。じゃあどういうのがいいんだ？アンズ、逆にそっちからなんかないか？そうだな、じゃあ今日だけ呼び名をタマコお姉ちゃんにするっていうのはどう？前にやったあれのことか。それももちろん楽しそうなんだが、タマはいつもの呼び方の方がアンズらしくて好きなんだよな。あ、そうだ、じゃあ今日は誕生日だからいつも以上にたくさん名前を呼んでくれ。そんでアンズが一緒にいてくれたらそれが一番嬉しいな。タマチ先輩、ごほん。それじゃあタマチ先輩。なんだアンズ？タマチ先輩。おお、どうしたアンズ？タマチ先輩。呼ぶだけか。それはもちろん嬉しいが、じゃあさっき言っちゃったけどもう一回。タマチ先輩、お誕生日おめでとう。それからタマッチ先輩、